ASD のある人はコミュニケーションに特徴があります。本人も周囲の人もそのことを把握しないままうまくいかない状態が続くと、お互いに負担が重なり、時には心身の不調につながることがあります。今回はASD のある人の会話の特徴について前半で解説しながら、後半では恋人や友人、家族とのコミュニケーションや関わり方のポイントを解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ASD の人たちの中には、幼少期の言葉の発達に遅れがなく、むしろ言葉が得意だったり、おしゃべりだったりする人もいます。しかし、コミュニケーションがうまくいかない理由の一つは、相手の話を聞かずに自分の話ばかりしてしまうことです。これによって会話が双方向ではなく、情報のやり取りがうまくいかなくなることがあります。また、積極キー群の人は考えていることをそのまま口に出してしまいがちです。これによって相手には言い方がきついと感じられることがあります。対照的に日本人はしばしば思ったことをそのまま言わずに優しくほのめかしたりやんわりと伝えることが多いです。実際全部を言わなくても伝わることがありますし、行間から察することもあります。会話において本当のことをすべて言わない方がコミュニケーションが円滑に進むこともあります。一方で受動群の人は思っていることを言葉に出すのが難しい傾向があります。自分の意見や願望を伝えるのが苦手で、無理に言われても拒否することが難しいことがあります。自分の思いや考えを伝えられず、我慢することになります。ASD の人々は、非言語コミュニケーションが得意ではないことがあります。言葉以外の方法で情報を伝えることが難しいです。例えば、相手を見る視線の使い方や体の向き、人との距離などの微妙なサインも円滑なコミュニケーションに関わってきます。特に ASD の人たちは時間や場所、状況に合った服装や身だしなみに無頓着なことがあります。また人との適切な距離の取り方も独自のスタイルを持っていることがよくあります。 ASD の人々は思ったことをそのまま言ってしまうことがあります。例えば相手が太っていることを指摘することもあります。しかし、そうした言葉は相手を傷つけたり、不快にさせたりすることがあります。なぜ彼らがそうしたことを言ってしまうのかについて、いくつか理由が考えられます。間違ったことを言いたくない。ASD の人々は正直者であり、嘘をつくことを嫌います。気づいたことをそのまま伝えたいと思う一方で、それが相手を不快にさせる可能性を考えにくいことがあります。他人の視点を理解しにくい。相手がどのように感じるかを考えずに自分の思ったことをそのまま話してしまうことがあります。相手の気持ちや視点を理解しにくいため、適切な言葉選びが難しいことがあります。感情のコントロールが難しい。感情的になると普段なら言わないようなことを口にしてしまうことがあります。感情のコントロールが難しいため、その状態で言葉を選ぶことができないことがあります。これらの理由によって、ASD の人々が適切なコミュニケーションを取ることが難しくなることがあります。自分の考えを正直に述べることは大切ですが、状況に応じて発言することも重要です。たとえ事実であっても、周囲の人々に嫌われる可能性があるため、思ったことをすぐに口に出すのは避けるべきです。無用なトラブルを避けるためにも、言葉選びに気をつけましょう。大切なのは感情的にならずに冷静に状況を考えることです。何か言いたいことがある場合でも、その場で我慢し、自宅に戻ってから冷静に考えてみることをお勧めします。また信頼できる友達に相談してみることも一つの方法です。自分が言おうとしていることが相手にどのような影響を与えるかを考える習慣をつけることが大切です。同じ内容でも適切な言葉選びや表現方法を選ぶことで、相手によりよく伝わることがあります。自閉症スペクトラム障害の人々は他人の感情を理解するのが難しいと言われています。自分が嫌な思いや傷ついたと感じたときは、自分の気持ちを表現できるかもしれませんが、相手の感情や考えを理解するのが意外なくらい難しいことがよくあります。彼女がどんな気持ちでいるのか、彼はどんな風に考えているのか、
子供はどんな風に日々を過ごしているのか、まずはそんな風に相手の気持ちを考えることが大事です。恋人との関係では、相手の希望や予定を考慮して会う頻度や場所を決めることが重要です。自分の気持ちだけでなく、相手の都合も尊重することで健全な関係を築くことができます。たとえ自分が会いたいと思っていても、相手に予定がある場合は我慢することも重要です。お互いに配慮し合うことで関係が深まっていきます。人々は個々に異なる価値観や感情を持っており、同じ状況でも感じ方や考え方が異なることがあります。相手が自分と違う反応を示す場合でも、自分だったらそう感じないという考えにとらわれず、相手の気持ちや立場を尊重することが大切です。お互いに理解し合い、共感することで、より良いコミュニケーションと関係を築くことができます。自分の意見や気持ちを表現することが難しい人も存在します。受け身な姿勢や他人の意見に従うことは重要ですが、自分の意見や気持ちも大切にすることが自己肯定感や健全な関係を築くために必要です。自分の意見を表すことが難しい場合は、少しずつ練習することが役立ちます。まずは小さな話題から始めて、自分の意見を述べる練習をすることで自信がついていくことでしょう。また信頼できる友人や家族との会話を通じて練習することも良いアプローチです。自分を大切にして、自分の気持ちや要望を表現するスキルを磨くことで、より自己成長を促進し、コミュニケーションをより円滑にすることができます。両親が ASD である場合、家庭内ではたくさんの細かいルールが決まっているかもしれません。日々の生活スケジュールは詳細に詰め込まれ、子供は勉強や習い事に追われて遊ぶ時間が少なくなることも。ただし、子供の気持ちやペースを考えて、適度な休息や遊びの時間を確保することも大事です。子供が自分の期待通りに行動しないと、イライラしてしまう親もいます。例えば、漢字の宿題で字が汚いと何度も書き直させることがあったり、料理中に子供が話しかけると集中が途切れてしまうため、うるさいと怒ってしまうこともあります。その結果、家庭内がいつも緊張した雰囲気になってしまうこともあります。ASD の親は常に自分のペースや方法で物事を進める傾向があります。子供と一緒に外出しても、自分が行きたい場所にしか行かないかもしれません。子供がテレビを見ていても、相手の気持ちを考えずに勝手にチャンネルを変えてしまうこともあるようです。また子供のおもちゃが散らかっているのを見て、片付けないなら捨ててしまうぞと脅すこともあり、子供が泣き叫んでも実際に捨ててしまうこともあるようです。子供はこうした親の行動によって恐れや悲しみ、不当な扱いを感じるかもしれませんが、親はその子の気持ちに気づかないことがあります。親が自閉症スペクトラム障害を持っている場合、子供も同じ障害を持っていることがよくあります。大切なのは、発達障害は子どもの個性の一部ですが、子育ての方法によって子どもの未来が大きく影響を受けることです。ASD の特性を持つ親は、次のような考え方をすることがあります。自分は問題なく生きているから、子どもも何も特別な支援は必要ないはず。しかし、あなたの子どもの状況や環境は違います。あなたが子どもの頃に受けた支援が同じ効果を持つとは限りません。自分は親から十分なサポートを受けなかったので、子供には特に気を使いたい。ちょっとした変化や配慮が子供の日常生活や学校生活を大きく改善させることがあります。適切な支援や理解が子供の成長を支える要素となります。子供は時々ルールや指示を思っている以上に理解していないことがあります。具体的な手順やスケジュールを書いて可視化し、少しずつ始められるところから取り組むと理解しやすくなります。進めることや学習量を減らして、成し遂げたことを認めて褒めることも大切です。怒鳴ったり体罰をしても子供には伝わりにくいことがあります。子供は恐れて従うかもしれませんが、その方法は長続きしません。それどころか反抗的な態度を強めたり、他の人に同じことをすることもあるかもしれません。抑うつ的な感情にとらわれたり、問題行動が増えることもあります。穏やかに、子供が理解できる言葉で指示を繰り返すことが大切です。また、親の求める水準が高すぎると、子供にとって負担になることがあります。適切なレベルで子供の成長をサポートし、達成感を持てるように心がけましょう。以上が、ASD がある人の会話の特徴、
異性や友人、家族との関わり方のポイントについてでした。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。